クラッシャブルゾーン、またはクランプルゾーンは衝突時に潰れることでそのエネルギーを吸収し、人や荷物、機械などを保護する働きを持つ空間や部分のことである。メルセデス・ベンツ W120 クラッシャブルゾーンは、その仕組み上あえて潰れやすく作ってある。車両などで万が一の事故時に衝突箇所がクラッシャブルゾーンであれば、その部材が変形することで、 衝突時のエネルギーを効果的に吸収し、かつ他の構造材へと伝えて分散する。ミスターセーフティの異名を持つメルセデス・ベンツの天才エンジニア、ベラ・バレニーがベンツ入社前の1937年に思いついたもので、1952年にコンセプトが具体化され、メルセデス・ベンツが特許を取得した。1953年発売のメルセデス・ベンツ W120。 コントンに一部が取り入れられ、1959年のメルセデスベンツ W111 フィンテールのセダン型において完成を見た。当初は自動車においてのみ搭載されたが、後に鉄道車両にも取り入れられた。単純に潰れやすくしてあるわけではなく、潰れる過程におけるエネルギー消費や力の方向と分散の割合を綿密に計算して設計されている。 自動車などで軽度の衝突による変形をボディ修正や板金修理で修復した場合、外見上は元通りに見えても部分的に強度が変わって設計通りに潰れない可能性がある。このため、例えばフロントインナーフェンダーのように部品メーカーで組み立てられて一体構造となったものはアッシー単位での交換となることもある。また、軽自動車やコンパクトカーなどを中心に エンジンブロックやトランスミッションなどの走行機器自体にクッション材の機能を持たせることで衝撃吸収力をさらに高めている車種も登場している。そのため衝突時にこれらの機器が大きく損傷し経済的全損に至るケースが増加している。衝突時のエネルギーが増すにつれてクラッシャブルゾーンの変形度合いも大きくなる。当然のことではあるが クラッシャブルゾーンで吸収できるエネルギーを超えた場合は、エネルギーを分散する要素が他にない限り、生存空間などの日、クラッシャブルゾーンにまで変形が及ぶ。JR 東日本 E217 系、電車先頭部が乗務員室、サバイバルゾーン、乗務員室扉部がクラッシャブルゾーン、客室部が客室サバイバルゾーンとなっている。ありがとうございます。